こんにちは、ロジャー堀です、えー、来週の日経平均がどうなるのかをですねまた考えていきたいと思います、えー、今週はですねまあ、今日これ、まあ、撮っているのが金曜日なんですけれども えー、昨日までですね、まあ結構株式市場のほうがガガガッと下がってきまして、で今日ですね、えー、まあ急に反発、急に大きな反発をしたという動きにまあなっています。でこの中でですね、為替がですね、皆さんご存知のように、えー、まあどん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 ですね、ドル高が積みまして、まあ147円をですね、えー、つけてくるというような感じでですね、あのー、まあドルの急騰。 が起きてます。で、このことがですね、来週どのように、えー、まあ、相場株式市場の方に影響してくるのか、そしてですね、気になるそのロシアの動向ですね。こちらの方もですね、えー、何を気にしていかないといけないのか、まあ、こういう話を含めてですね、えー、ちょっと来週の予想をしていきたいと思います。ちょっとチャートの方を見ながら説明をしていきます。デイトレードを始めてみたい人はここをクリック。 僕がしている実践的な方法を知れますよ、えー、こちらですね日経平均はまあ、こんな風に、えー、まあ、上げ下げをですね大きい、えー、まあ局面をですね何回も繰り返しているという形になっていますで先週ですねあ今週ですね今週このまあ下落して反発したというですね動きは非常に予定通りでですねまあ僕も え前回ですねご説明した通りまあ26,200円ぐらいまで下がってからの反発というのがですねまあ全く申し上げた通りの形でまあ今週は終わったという形になりますでやはりですねこの CPI の例えばそのアメリカのですね CPI が非常に気になりますという話をまあ前回もしたんですけれども確かにですねその物価上昇率の問題あるいはまあインフレ懸念の問題というのが表面上はですねあの非常に大きくこう取り上げられているんです。 ですけれども、えー、今日のですね東京市場の反発あるいは昨日のニューヨーク市場の反発なんかを見ているとですねやはりあの CPI の水準、まあ、CPI が発表になってですね、まあ、結構、ですね、えー、景気が悪いかなっていうようなあの企業が良くてですね インフレ懸念がより高まるかなというようなですねそういうような見通しの数字だったんですけれども実際はですね途中から相場は急反発していったとで、この急反発していった背景もですねいろいろと理屈は言われてますただですね、えー、まあ僕が非常に大きく感じたのはやはりですねその辺の表向きのまあ いろんな理由よりもですね株式の需給関係がですね今非常にどちらかにぶれやすくなっているということですねで、この株式の需給関係によって相場が動いちゃってるなというですねまそういう感想が非常に 強まりまりしたでですねでこれはですね例えば株価が下がるなぁと思えばですねやはり今投資信託や機関投資家も含めてですね多くのショートポジションあ、えー、ショートポジションの空売りですねをですねアメリカの投資家なんかはかけてくるわけです。ででとこころがですねこの 空売りをかけた分の買い戻しが起こるとですね今日の東京市場のようにぐわっと上がっていく、あるいは昨日のニューヨーク市場も同じような形ですね、空売りの買い戻し、これが非常に大きくですねあの相場の動向を左右していると、そういうことになっているのが現実だと思います。で今、のニューヨーク市場はですね今、えー、僕もこれまで申し上げてきたようにですねあまりいい材料がないんですね。でいい材料がない中 ほとんどの人が売りに回ってるですからこう空売り空売りでみんな儲けていってるわけですねでところが、えー、空売りをしていってもですねどっかの時点で買い戻しをしないと現実に利益は出ないわけですですからどっかの時点で買い戻して空売りの利益を確定するじゃあそのどこかの時点がどこかということがですねこの東京市場でいうとここ。 ちょうど窓を埋めて2万6200円まで下がったらですねもう買い戻した方がいいだろうなというですねそういう動きが出てくるですからこのテクニカルの動きの通りにですね、えーまあ、動いてくれるというのはですねそういう、まあ、いろんなですねファンダメンタルの条件、まあ、CPI の数字だとか雇用統計だとかっていう数字よりもですね株式自体の需給関係やテクニカルの動きによって、えーまあ、株式市場は今大きく動きやすくなっているということがですね、まあ 言えるんじゃないかなというふうに思います。で、じゃあただ来週がどうなるかというとですね、実は。 来週はまたですね、今日のですの、ね、あまりに、えー、テクニカル寄りの戻し方ですね、つまり上がる材料は何もないんです、何もなかったんですが、単だなだる買い戻しで戻ってきたということに対する反動がまた起きるんじゃないかなというふうに思います。で、前回もちょっと言いましたけれども、ここからですねアメリカは、えー、中間選挙に向けてですね、まあ、政治的な動向が非常に相場を左右しやすくなります。でこのの政治的な動向の中にですね実は この対ロシア政策、これがですねバイデンさんの指導力をどういうふうに評価するかというですね非常に大きな材料の1つになってくるんですね。で、おそらくですねこの来週、ソ連、ロシアはですね昔からやってましたグロムというですね核兵器の訓練。 核兵器をどういうふうにですね戦争の時に使うかという大規模訓練をやるんですけれどもこのグロムというのが行われるだろうというです、ねえー、ふうに言われています。でこのグロムをやられた時にですね今ウクライナの情勢でプーチンさんは、まあ、盛んにですね核兵器使うかもしれないぞというような脅しをかけているわけですね。でその核兵器を使うかもしれないぞという脅しをかけながら核兵器の実験であるグロムを行う。これははでですすねね西側諸国に対しててあの取ってはです、ね 非常に怖いことですねこれは練習なのか本番なのかひょっとしたら普通の毎年行われている 訓練なのかあるいはでもその訓練の中でですねひょっとして真剣に戦術核を使うというようなですねことが起きるとですねこれは大変なことになってしまうですからこの1週間はですね結構政治的な緊張が走りやすい1週間になるんじゃないかなというふうに思いますでその中で当然ですねバイデンさんはもちろんこのウクライナの問題も大事なんですがそれよりも国内のまあ、自分へのですね支持を高めるためにどういうふうにロシアを牽制するべきなのかこれをですねよくよく 考えていろんなことをやってくると思いますここのいいろんなととをやってくるという中に経済制裁というのがもしガンと入ってくるとですね特に株式市場にはマイナスになるかなというふうに思いますね。ですのでいずれにしてもこのロシア問題がちょっと緊迫するということでですね来週はちょっと弱含むんじゃないかなというふうに思います。でさらにですね、えー、ずっと進んでいるドル高これに対してですねいよいよですね、えー、アメリカまで巻き込んだ為替介入。 こういったものが出てくるとなるとですね一気に円高になり ここの円高ににななれば株式市場も下がるとということになりますですので、来週はですね結構怖い一週間かなと思います。で、大体このチャートでですね見ていただくとちょうどですねこの25日の移動平均線に突っ込んだところで、まあ今日の上昇終わっておりますのでここからまあすぐ来週ですねちょっとこれ例えば上に抜ける上昇がひょっとしたらあるかもしれませんけれどもおそらくまあそこからもう一回下がってくる。で、この2万6200円ぐらいのですね前回のこの安値。 ですねで言ったところまではですねまあ、戻っちゃうんじゃないかなというふうに思いますこっから先にまたあ下に行くかどうかこれがですね逆にポイントになってくるんじゃないかなというふうに思われますですので、まあ、来週はですね、えー、まあ、早期に週の初めでですねもう2万6000円の前半 までで下がってくれればですねリバウンドが1回取れるかなという気がしますけれどもひょっとしてじりじり下がるとあるいは収支をちょっと高くなってから下がるというようなですね形ですとなかなかですね買いから入って利益を取るのが難しい1週間になるんじゃないかなというような気がしますただいずれにしてもですね1日の変動幅が非常に大きくなると思いますのでまあ、大きくなった時はですねデートレにしてもですねあるいはまあ1日2日の売買にしてもですね非常 利益が。 ま取りやすくなりますので皆さんそういう意味ではですね引き続きチャンスが続くんじゃないかなというふうに思います、えー、この国際的な情勢をですね見ながらちょっと株式売買するのはなかなかですね慣れていかないといけないんですけれどもこのロシアのどこそしてバイデンさんが何を言ってるか経済制裁はあるのかないのかそして為替へのですね介入がどうなるかこういったですね点にそれぞれ注意して、えー、まあこの株式市場でうまくですね儲けていただきたいなというふうに思います、えー、よろしくお願い もっと正しくトレードを知りたい本格的にデイトレードをしてみたいそんな方のために LINE から無料情報を配信しています今すぐ知りたい方は画面右上にあるリンクをクリックしてください詳細はこの動画の概要欄から知れますよ是非この機会にデイトレードを始めてみてくださいデイトレードコツさえつかめば 簡単にできますよ。